こんばんは、みなみです。今週のゴールドシップ産駒出走情報のまとめをお送りします。まずは先週の振り返りからいきましょう。先週土曜日はこういった結果でした。シーグラス1着おめでとうございます。ハインゲーブングも2着と奮闘しました。ゴールドローズが7着で、ちょっと残念だったんですけれども、次走期待したいです。先週日曜日はこういった結果でした。銀のサジが2着になりました。プリムドールは残念ながら6着でしたね。今週はどんな子が出走するでしょうか。土日の出走情報スタート。2月5日土曜日はなんと10頭出走します。まずは東京5レース3歳未勝利に3頭です。8番マイネルメサイア、9番ホウオウユニコーン、15番ウィンアンサンブルが出走します。東京8レース4歳以上1勝クラスには6番シュルシャガナー、東京11レース早春ステークスには14番エドノフェリーチェが出走します。競馬場変わりまして、中京1レース3歳未勝利に出走するのは9番イエローウィンです。中京4レース3歳新馬では3番ビロードシーン、中京9レース天竜川特別には1番ウィンルーアです。中京11レースアルデバランステークスに出走するのは8番マリオマッハ。競馬場変わりまして、小倉9レースカササギ賞に出走するのは17番ホワイトターフちゃんです。前頭怪我なく頑張ってほしいですね。中でもエドノフェリーチェちゃんとホワイトターフちゃん、特に頑張ってほしいと思います。マリオマッハは久しぶりのレースですね。続いて2月6日日曜日です。日曜日は5頭出走します。まずは中京7レース4歳以上1勝クラスに帝王ラファエロ、競馬場変わりまして小倉7レース3歳未勝利にユリシーズ、競馬場変わりまして東京5レース3歳未勝利に火曜年華、東京6レース3歳新馬にはオメガオリーブ、最後東京9レースユリカモメ賞にウィンマイルートが出走します。日曜日は東京6レースの、オメガオリーブちゃんがどんな子なのか、ワクワクで待ちきれないです。それでは出走馬の情報を一頭ずつチェックしていきましょう。2月5日土曜日です。東京5レース3歳未勝利に出走する1頭目は8番マイネルメサイアです。ボバ3歳の足毛くんになります。戦績は2戦0勝、1着が0回2着が1回、3着が0回それ以外が1回です。前走1月10日の現在3番人気になります。マイネルメサイアくんの名前の意味は冠名のマイネルに救世主を表すメサイアを足したものです。3番人気なんですけれども、マイネルメサイアくん今回は勝てるんじゃないかなと思っています。皆さんで応援していきましょう。東京5レース3歳未勝利2頭目は9番ホウオウユニコーンです。ボバ3歳の足毛くんになります。戦績は2戦0勝、1着から3着が0回それ以外が2回です。前走12月26日の現在7番人気になります。ホウオウユニコーンくん、今年初のレースになりますね。どんな走りを見せてくれるでしょうか。ホウオウユニコーンの名前の意味は冠名のホウオウに一角獣を表すユニコーンを足したものになります。東京5レース3歳未勝利3頭目は15番ウィンアンサンブルです。ボバ3歳の黒影くんになります。戦績は2戦0勝、
1着から3着が0回、それ以外が2回です。前走12月18日の現在5番人気になります。ウィンアンサンブル君も今年初のレースですね。相変わらずかっこいいお顔をしていますね。ウィンアンサンブルの名前の意味は冠名のウィンに、2人以上による同時演奏を表すアンサンブルを足したものです。東京8レース4歳以上一生クラスに出走するのは6番シュルシャガナです。ボバ5歳のアシゲくんになります。戦績は23戦3勝1着が3回、2着が5回、3着が4回、それ以外が11回のとっても頑張り屋さんな男の子ですね。前走11月20日の現在13番人気になります。シュルシャガナくんの名前の意味はメソポタミア神話において神が振るったとされる武器の一つを表すということです。東京11レース早春ステークスに出走するのは14番エドノフェリーチェです。牝馬5歳のアシゲちゃんになります。戦績は19戦3勝1着が3回、2着が4回、3着が5回、それ以外が7回です。前走1月10日の現在4番人気になります。みんな大好き、私も大好き、エドノフェリーチェちゃんです。勝ってほしいですね。エドノフェリーチェちゃんの名前の意味は冠名のエドノにフェリーチェというのがイタリア語で幸福なという意味を持つものになります。競馬場変わりまして中京1レース3歳未勝利に出走するのは9番イエローウィンです。牝馬3歳の黒影ちゃんになります。戦績は7戦0勝、1着2着がそれぞれ0回、3着が1回、それ以外が6回です。前走1月16日の現在4番人気になります。イエローウィンちゃん、そろそろ勝ちたいところです。名前の意味はユリ科の植物の名前です。中京4レース3歳新馬に出走するのは3番ビロードシーンです。牝馬3歳の黒影ちゃんになります。写真を見つけることができなかったのでちょっと今回ないんですけれども、当日どんな子か楽しみに待ちましょう。馬主さんはディアレストクラブで現在7番人気になります。ビロードシーンちゃんの名前の意味はベルベットに、光沢、ツヤ、輝きを足したものということです。ビロードの光沢っていうところですね。黒影色にちなんで連想して付けられたそうです。中京9レース天竜川特別に出走するのは1番ウィンルーアです。ウィンルーアちゃん、これはいい枠引いたんじゃないでしょうか。1番です。牝馬4歳のかけちゃんになります。戦績は14戦2勝1着が2回、2着3着がそれぞれ0回、それ以外が12回です。前走1月23日の現在6番人気になります。ウィンルーアの名前の意味は冠名のウィンにルーアというのがアイルランド伝説の女戦士の名前だそうです。中京11レースアルデバランステークスに出走するのは8番マリオマッハです。ボバ5歳のアシゲくんになります。戦績は17戦4勝、1着が4回、2着3着がそれぞれ0回、それ以外が13回です。前走8月1日で、久しぶりの出走になりますね。現在10番人気で久しぶりの三受け騎手とのコンビで、頑張って走ってくれるみたいです。マリオマッハー君の名前の由来は、お母さんの名前がヤマトマリオンという名前なんですけれども、その名前に音速のマッハーを足したものだそうです。小倉9レースカササギ賞に出走するのは17番ホワイトターフです。みんな大好きホワイトターフです。牝馬3歳のアシゲちゃんになります。戦績は5戦1勝、1着が1回、2着3着が0回、それ以外が4回です。前走1月22日の現在7番人気になります。
ホワイトターフの名前の意味はサンモリッツ湖で行われる氷上競馬ということで、お母さんの名前と毛のホワイト色から連想しているということです。2月6日日曜日です。中京7レース4歳以上1勝クラスに出走するのは帝王ラファエロです。ボバ4歳の足毛くんになります。戦績は6戦1勝、1着が1回、2着3着が0回、それ以外が5回です。前走1月23日の現在8番人気になります。帝王ラファエロくんの名前の意味は冠名の帝王に人名のラファエロを足したものになります。小倉7レース3歳未勝利に出走するのはユリシーズです。千葉3歳の足毛くんになります。戦績は4戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が4回です。前走は1月15日で現在6番人気になります。ユリシーズくんはもう尻尾と縦髪が黒いのが特徴的ですね。名前の意味は古代ギリシャ世界の英雄を意味するそうです。東京5レース3歳未勝利に出走するのは火曜年下です。牝馬3歳のクリゲちゃんになります。戦績は4戦0勝、1着が0回、2着が1回、3着が0回、それ以外が3回です。前走1月16日の現在2番人気になります。火曜年下ちゃんはミルファームのメンコがとってもよく似合いますよね。ハートが似合う子です。名前の意味は火曜年下ということで、これは人生で最も美しい瞬間を意味する言葉だそうです。東京6レース3歳新馬に出走するのはオメガオリーブです。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。馬主さんは原玲子さんで、現役続行が伝えられたオメガパフュームくんと同じ馬主さんですね。現在7番人気になります。オメガオリーブちゃんも、お写真見つけることができなかったんですけれども、足毛ちゃんということで私的にはどんな子かとっても楽しみです。冠名のオメガにオリーブを合わせたのが名前の意味です。東京9レースゆりかもめ賞に出走するのはウィンマイルートです。ボバ3歳のクリゲくんになります。戦績は4戦1勝、1着が1回、2着が0回、3着が1回、それ以外が2回です。前走1月5日の現在10番人気です。ウィンマイルートくんはですね、そのまんまなんですけど、名前の意味は冠名のウィンに私の航路というマイルートを合わせたものです。頑張ってほしいですね。皆さんで応援していきましょう。今週の土日もゴールドシップ3区を応援しましょう。馬番が確定していないものは、確定し次第コメント欄に記載します。結果は日曜日にまとめて記載するのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。